皆さんこんにちは、スタジオヨッシーのヨッシーです。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、視聴者様からですねお声が上がりましたので、作り方についての、動画をお届けしたいと思います。これですね、ドンゴロス、コーヒー豆が入ってた麻袋ですね、それを使って作ったこれね、スノーボードケース、ソフトケースなんですよ。でこれを僕何年前ぐらいですかね、これ結構前ですよ、3、4年前ですかね、作って、その動画のですね光景を YouTube でも公開をしてまして、まあ当時はですねいろいろこう編集技術とかそういったレシピを作って公開しようというつもりはなかった時代だったので、もう本当作る光景だけ動画でお届けしてたんですけれども、意外と作り方を教えてほしいとか動画を見てですねお問い合わせいただく方が結構これまでにもいらっしゃいました。で今回、作り方を教えてほしいというお声がまた上がりましたので、作り方についてご紹介できればと思っております。これね大きいので今カメラにちょっと収まらないので、ちょっとねお見せできないんですけど、全体像はですね、まあ、動画ですね、過去の動画ございますので、ぜひぜひ、検索してご覧いただければと思っております。概要欄にも記載しております。ご覧いただければと思います。これですね、スノーボードのバッグなんですけれども、一番先端の部分がですね、このドンゴロスの袋がついてるんですね。で、途中から、これ迷彩の生地がついてて、で、入り口はですね、巾着袋みたいになってます。で内袋はですね少し撥水性のあるものを使ってます。まあ、スノーボード雪に雪がついたものをですね入れるので、中でこう染みたりしないように少し撥水加工があるものを使っております。で今回はですね、この同じ大きさを作ってしまうと生地が今ちょっと手元にないっていうのもありますし、カメラにこれ収まりきれないんですよね、撮影するときに。なので、すごく小さな、もう10分の1以下の大きさのもので作り方についてご説明できればと思っております。それでですね、今回ご用意した、型紙というかレシピといいますか、これなんですけれども、先ほどですね、作った、スノーボードケースの全体はですね幅が47センチの、高さがですね159センチなんですね。でそれを作るためにはこの生地が必要になります。スノーボードケース、サーフボードもそうなんですけれども、特にスノーボードはその方の身長によって板をね長さが異なってまいりますんで、これは僕のスノーボードの板のサイズなので、ご自身の板に合わせて適宜調整をしていただきたいと思ってます。今回ですね、こっち外生地、外側の生地ですね、ドンゴロス、これ麻生地、麻袋のことですね。麻袋の部分が2枚必要です。で49センチかけるの、65センチが2枚、これ縫い代、10ミリ1センチ含んでます。外生地の迷彩の部分ですね、カモフラージュのところの部分も2枚必要なんですけれども、これも縫い代含めて49センチかけるの1メーターですね。で内生地はですね、49センチかけるの165センチ、こちらも縫い代10ミリ、1センチ込みとなっております。これでですね作れるはずなんですけど、ちょっと計算合ってるかな。まあこれあくまでも参考にしていただいて、ご自分のスノーボードの板に合わせて作っていただければと思ってます。で今回はこれですね、もう本当ミニチュアを作ります。この、ベージュ色のものがですねドンゴロス麻袋の部分と思ってください。と外生地 B の2枚、外生地の、先ほどの迷彩の部分ですね、これがこの生地と思ってくださいね。で内生地がこの黒の生地ですね。でこの生地を使って、どうやって作っていくかっていう動画をお届けできればと思っておりますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、それではですね作っていきたいと思います。実際に作られる時、サイズものすごく大きいので、ここのですねミシンのここのあたりがすっごい大変なことになると思いますので、針を引っ掛けたりとかしないようにして、ミシンの周りはですね本当広く使われた方がいいと思います。本当大変だったので作る時ですね。
でまず外生地から作っていくんですけれども、外の生地の、このドンゴロスの部分と迷彩の部分ですねをまずつながなきゃいけないんですね。2層になっているので、でこの生地を、中表に合わせてください。中表に合わせます。でここをですね塗っていくんですけれども、実際は、縫い代は1センチです。これちっちゃいので、7ミリぐらいで塗っていきますけど、実際は、1センチで塗っていきます。はい、でこんな感じですね。このような感じになります。で塗ったらですね、こう縫い代をアイロンできちんと割ってまっすぐな状態にしてください。縫い代をこのようにして割りました。縫い代を割るとですね縫いやすくなるのでですね、このようにしてください。であとはですね、この先ほど塗った表生地のこの生地を中表に合わせてください。こう小さいとねもう非常にこう取り扱いしやすいんですけど、サーフボード作った時とかってもあれ何メートルあるんでしたっけ。僕サーフィングやらないのでわかんないんですけど、一回オーダーで受け止まった時がすごい長かったんで、生地もいりますし、本当に縫うのが大変でしたね。で、ここの縫い合わせのところですね、ここもきちんと合わせて、ずれないようにしてください。一応こういう状態になってまして、まあ、ここが先端の部分ですね。まあ、要は、この字にこうまた縫うんですけれども、ここが紐がつく入り口になりますよね。5センチのところに、ちょっと印をつけますね、5センチ。5センチのところからこの字ですね、こう上にこうこの字で塗っていきます。でここね、この字でこう縫いましたね。ここまで縫いました。縫い止めました。で同じように内生地ですね、内生地をこちらも、中表に合わせてですね、で同じように紐の入り口のところですねを5センチのところですね、のところの5センチ、まあこのミニチュア版だから5センチなんでしょう。でこれも同じように、この字で、中表にして塗っていきます。次はですね、紐を通すところのここの部分ですね、ここをですね、この字にまた縫うですね、ここ縫い代はですね、アイロンで割ると非常に縫いやすくなるので、アイロンでここをこう割ってですね、ここの部分ですねをこの字で縫っていきます。はい、すいません、ですね僕ね間違えました。内布はですね、返し口ひっくり返す口を作んなきゃいけないんで返し口が必要です。製品の場合はですね上のところが広いのでここに返し口作ってもいいと思うんですけど、これちっちゃいミニシャバーなんで横に返し口つけました。なのでこんな感じになってます。すいません間違えました。ここ返し口を開けてください。次はですね、ここですね、この紐を通す部分のところ、ここをこの字で縫っていきます。こんな感じですね。こんな感じでこの字に縫いました。あと反対側と、あと内側の内布もですね同じように4箇所ですね、合計4箇所このようにこの字にしてください。はい、一応ですね4箇所このようにこの字で今ざっとちょっと入れました。こんな感じですね。はい、で次はこれをですねそのままですね、この左右対称にこのように口を合わせるんですよね。でこことここを中表に合わせます。ここをですね止めますね、表に合わせてこのような状態にしますね。でこのような状態にします。
こっち側縫い合わせないように気をつけてくださいね。こんな状態ですね。でここをこう1センチで縫っていきます。で次はここをこっち側ですね、ここをまた、中表に合わせます。でここをまた1センチで縫います。はい、縫いました。次はですね、あの返し口開けましたよね。ここからひっくり返します。である程度ひっくり返したらですね、この返し口を閉じます。まあ、返し口はですね、きれいに閉じたければですね、あのはしごかがりをしていくといいんですけれども、今日はざっと縫います。まあ、同じ色でですね、生地と同じ色で縫われた方が綺麗に仕上がると思います。まあ、これ内側に入るからですね、いいんですけど、この黒生地内側なので、こっちの外生地のまだ中に入れ込んでいきます。はい、ひっくり返しました。こんな感じですね。ちょっと画面に入らないけど、このような感じに仕上がるんですね。まあ、ここがドンゴロスのところ、これが迷彩のところ、で内生地の黒のところがこういう風になりますね。紐を通すだけなんですけれども、紐を通す場所がこうモコモコって膨らんじゃうので、ここにですね、あの押さえのステッチっていうのを入れていくといいと思います。ここにですね、ステッチを、まあ、この感じ、紐が通るところにですね、例えば3センチぐらいで幅を広げて、こんな感じですね。まあ線を入れてあげると、この紐がずれにくいっていうか、ここがこうキュッと引き締まるのですね、いいと思います。あとはですね、もうここに紐を通してもらって縛っていただくっていうことですね。こんな感じですね。これで出来上がりですね。まあ、これちょっとお箸入れみたいになっちゃいましたけど、ここキュッてこう縛るみたいな感じで、スノーボード側がここに入るっていう感じになります。はい、いかがでしたでしょうか。今回ですね、もうほんとまたざっくりと、ドンゴロスを使った、スノーボードケースですね、の作り方をざっくりとご紹介させていただきました。すいません、ちょっと分かりづらいところもあったかもしれませんけれども、参考にしていただければと思います。以上、スタジオヨシのヨシでした。もしこの動画が良かったと思いになったらですね、ぜひとも高評価をお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。